必要な血が足りないみたいだ。また今度来よう。もしもし。教皇庁からの最後の指令を伝える。青き祭壇への道を発見した。美術館の奥、星雲回廊の先にある。聖騎士アーナスは直ちにこれを制覇、新聖女リュリーティスを祭壇に捧げ、夜を封じる生贄とせよ。封印の確認をもって本指令の完結とする。成功した暁には聖騎士アーナスには自由が約束される。だがしくじれば世界は終わる。常しえの夜に包まれ、生きとし生ける者は皆分かっているな。ああ。何か質問は？特にないよ。だって私は私の信じる最善を尽くすだけだ。それでこそ我がシスターだ。あんた、アーナス、君のブラザーを務められたこと嬉しく思っている。君は君の望む道を行きなさい。いよいよ世界の終わりですな。ついに最後の指令が。アーナス王女様。うん。アーナス、行くのなら
私を連れて行ってね。アーナス。ああもう、何お通夜みたいになってるんですか。いいですか。世界はもう滅ぶと決まってるんです。夜の君がそう言ってるんですから、そうなんだったらそうなんです。あなたたちが命を懸けることなんかこれっぽっちもないんですよ。俺も今回ばかりは先生に賛成だ。ここから少し離れた場所にある港に船を用意してある。俺様が全財産つぎ込んで作った世界最強の逃げ足を誇る海賊船だ。ジョちゃん、悪いことは言わない。リュリーティス城を連れて逃げろ。ジョちゃんは汎用として、リュリーティス城は聖女の末裔として世界を背負ってきたのは知っている。だがそれは仕組まれたことだ。ジョちゃんは好きで妖魔の血に触れたわけじゃない。リュリーティス城の戸籍だっていくらでも改ざんできる。世界を守るためなら何だってやる。それが教皇庁じゃねえか。あいつらに踊らされることはない。そうですよ、もう犠牲は十分なんです。あなたたちは自由になっていいはずだ。嘘つきだよね。ここにいる人間はみんな支配人は前の聖騎士だし、教授は多分エージェントでしょ。黒の書も勝手に持ち出したんじゃない。ゲーツ。それでロイドは何、どっかの国の諜報員さん、それとも七つの海を股にかける海賊さん。まあ半々ってとこだな。それでもしかしたらリュリーティスは聖女の末裔じゃなくて、私は人間じゃない。私は夜の君の血が混ざった汎用だ。アーナス。昔は違ったけど、今となっては私ほど妖魔の血を集めた者はいないよ。私以外誰があの夜と戦える。あの日、青い雨が世界中に降り注いだ。それが夜の君の血だなんて誰も知らなかった。思えばあの瞬間から私の時は止まってしまったんだろう。妖魔に狙われて、人間に恐れられて、邪妖を狩る力は否応なく身についた。町から町へ、一つのところに半年もいたことはない。今とそう変わらない流れ者さ。でもその腕を見込まれて教皇庁に拾われた時、君とリュリーティスと出会ったんだ。リュリーティスと過ごしたひと夏はかけがえのないものだった。誰かを守ることができるのなら、半分妖魔になったこんな体も悪くないなって、そう思えたんだよ。君に出会って初めて、私は私のことが許せたんだ。リュリーティスが聖女かどうかなんて関係ない。この戦いは私の戦いだ。リュリーティス、この世界ごと君を守ってみせる。君が信じなくても守ってみせるから。アーナス、私も信じたいの、あなたのことを。でも行かないでほしいの。もう戦わないでほしいの。この戦いが止まるというのなら、全てを投げ出して戦いを止めたい。分かってる。私は君からも君を守るよ。その青き祭壇までのルートを確保する。それまでリュリーティスのことお願い。お任せください、お嬢様。じゃあ行ってくるよ。祭壇を開くのは頼んだからね。いつもみたいに送り出して。行ってらっしゃいませ、アーネス様。うん。アーネス様、
改めてお礼を言わせて。助けてくれてありがとう。降臨さんは言ってたわ。聖女を守るためなら全てを捨てるって。あの人の気持ちは本物だったの。だから私逃げ出せなかったんだね。ねえアーネス、あなたは全てを捨てたりしないで。約束して。わかった。これお礼のカップケーキ、たくさん食べてね。うん。ついに世界の終焉ですか。いや、ワクワクしますね。浄化開始。泣いても笑ってもこれで最後だな。さて行きますか。ここに青き祭壇が隠されてるんだな。降臨さんはきっと全部知っていたんだ。大丈夫だ。何があっても守りきってみせる。狩りの時間だ。勝負して一緒に行こう。シアルフィエリア。
さい、アヌス様。浄化開始。連れてきて。聖女の出前しておきましたよ。ホイホイとリュリーティスを呼びつけるのよ。ああ、まったくだ。世界の終わりを引き延ばして問題を先送りにした結果がこれだ。アーナス、我らが生まれ落ちた時、すでに世界は歪んでいた。お前たちがこの歪み全てを背負う必要はない。逃げるのなら今のうちだぞ。夜を倒すって教えてくれたのは君なのに、浜の弱だな。なぜだろうな。お前たちを見ていると無性にからかいたくなる。でも同時に胸が締め付けられるんだ。もしかしたら私の長い人生のどこかでお前たちのような友情を感じたことがあったのかもしれない。クリス、アーネス、早かったね。改めて紹介するよ。こっちがヨーマの。一度ちゃんと引き合わせたかったのにな。あれがそうね。終わりなき夜の始まりよ、常しえの夜よ、まことの夜のもとへ導きたまえ。ここが夜へと通じる性質線。さあ、夜の君がお待ちです。この骸骨は初代聖女の遺骨なのですって。聖女様はこんな姿になってもこの世界を守ろうとしているのね。行こう、夜が待ってる。ええ。その当時のもの、聖女の生贄で無理やり時を止め続けて開く未来のもの、
閉じる過去がある。ああ、もちろん。やり遂げよう。
まで。ほっ、はっ、せ、つらな、はっ、せ、さ、おせろ、ほっ、すべての邪妖は私が滅ぼす。
来なさい。ハッペイハッ押せよ。ハッペイハッペイハッペイグラムハッイッセホッヘッペイグラムドドクルタウヤンペイクルフェンネ狩りの時間だ。クルタウヤンペイフッペイパン飛べドフッペイパン飛べよっよっヘッド行きたはっちそれ油断したうわぁおいでおいでパンチ召喚
Thank you.
Take time!